今回のこのアースグロー・アゲイン少し新作も入ってますのでご覧頂ければなと思います皆さんこんにちは写真家の藤村です今日はですねこのの写真展の 紹介をしてくれるということで今からちょっ回のこの「アース・グロー・アゲイン」っていう写真展は2018年に香川県の坂出市で開催した「アース・グロー」という写真展があったんですけどそれをまあリメイクして小さくこじんまりしてもう一回展示しようということでね展示させていただいてますなのでその時の写真展の写真とプラス少し新作も入ってますのでご覧いただければなと思います 今回いろんな写真がありますけど、うん、今回撮るのが大変だった写真って何かかありますか撮るのが大変だった写真、はい、まあ撮るのが大変だったっていうかねもうま,あまずもうすぐここにあるんですけどこの写真ね撮るのはねそうね撮るまだのシチュエーションが大変だったこれ。これあのー結構ね にこやかに笑顔のお兄ちゃんたちが3人いるんですけど、すごくね、和やかに撮ってる感じがするでしょでもね、実は僕この写真撮ってた時に、もう腹渡りにゆっくり返ってね、こんにゃろうって感じでね、喧嘩モードだったんですよ、この時に。なんでかって言ったらね、この、えー、3人の男の人たちっていうのは、みんなね、酔っ払っちゃってるんですよ。酔っ払いなんですよ、これ。特にこのビールのジョッキを持ってるこの真ん中のお兄ちゃんが、僕がこの、この写真を撮る前に、三景後を立てて、 いわゆる、ね、14から2 4ミリっていうようなねあのデメキンレンズっていう前がちょっと出っ張ってるレンズで写真を撮ってたんですね夜景の写真をそしたらそういうレンズってやっぱり普通の人見たことないから珍しいからこのお兄ちゃんが寄ってきて「なんだなんだなんだこれなんだこのレンズああ珍しいな」と思ってうっと近寄って「ベロッ」ってねなめなかったんですよこれはね <laughs> すごいね急にいきなり来て写真撮ってる時にそうそれ。 で,でそのぺろっと舐められたもんだから俺が「えー舐めやがったこいつこのビールまみれの唾液で俺のレンズ濡らしやがって」とか思ってほんでもうちょっともうこれはもう喧嘩モードかなっていうふうにカッカッ着てる時に、うん、まあこの右のこのちょっと体格のいいお兄ちゃんが「あごめんごめんちょっとこいつねちょっと酔っ払ってるからごめ,ごめんごめんごめん」っていう感じで謝ってきてくれたんで。 ああもうとか思いながら「しょうがないな」って言ってまあ酔っぱらいだからしょうがないかと思って「ああでもこっちはね写真撮ってる時にそんな邪魔されてもうついでに舐められてああでもうしょうがないから「もうお前らちょっとここ並べ」「3人並べそばを写真撮らせろ」って言ってで並ばさしてで写真じゃあ撮るからちょっと並んでいい笑顔してくれよっつって。 でで撮った写真がこれなんですよ、ね、まあちょっとね反省しろよって感じですけどね全然反省の色が見えない笑顔で撮ってくれ撮らせてくれたっていうねそういう経緯がある写真なのでまあちょっと大変だったっていうかね面白いエピソードがある写真ではあるんですよね。うん、これかな、はい、あの今回のご来場記念として ポストカードをね、用意しているんですけども、ポストカード、販売用のポストカードと、こちらの黒い枠が入っているポストカードは、ご来場記念として、えー、お一人様はね、一枚ずつ記念に持って帰ってください。ね、あの僕がいないときでも構わないので、一枚だけですよ。一枚だけね。<laughs> で、いろんな絵柄があります。えー、まあ、こうクリスマスツリーのがあったり、まあ、こういうアルベロベッロがあったりね。 えー、他の夜景があったりこれエジプトかエジプトのアブシンベルっていう神殿があったり、まあ、いろんな絵柄があるので選んで頂い,いて構いませんので1枚だだけお持ち帰りください、はい、今度は特別講座っていうのがあるんですけどニコンカレッジの特別講座あ僕はニコンカレッジの東京の方で講師やってるんですけど今回大阪の方でも特別講座っていうので一枠いただきました。 12月の17日の金曜日に特別講座として夜景の写真を、ね、皆さんが持ち寄ってその持ち寄った写真を僕が公表するとそれプラスこの、ね、写真展の写真を解説をして撮り方だったりこのストーリーだったりいろんな、ね、物語がありますのでそういうのを特別にギャラリーを貸し切って皆さんに解説するという時間を、ね、設けたんですねなのでこれまだ、ね、残席がありますので申し込みできます。 このニコンカレッジっていうのを検索していただいて「ニコンカレッジ藤村大輔」っていうねところをこの検索していただければ出てきますのでちょっとね申し込みしてくださいもうあと少ししかないんで早い者勝ちなんですけどねはいこれえっとね参加費は5,000円ですね5,000円で公表とギャラリー解説と全部ついてきますのでねこの機会にね是非お願いします。